さん、こちらお願いします。しおりさん、お願いします。ちょっとあ、一度一つのピリオドをつけて食べたんだなという感じ。ただ、操作したからといってこのことがなかったことになるわけではないですし、これからも自分の受けた傷とどういうふうに向き合っていくのかということがあるので、これが終わりではないですし。はい、通路通してください。私が、その何がしかの330万円支払いという判決、全く納得できませんので、すぐ控訴いたします。高輪署、警視庁高輪署に告訴したときに、強姦被害を。